起立性直後低血圧障害、朝起きれない、頭痛とか、看護師さんに貧血すぎて自転車こげますかって聞かれてびっくりしちゃって、運動しちゃダメとかもあったんで、部活もできなくなったりだとか、傍から見ると怠けてるだけに見える。さあ始まりました、高松奈々チャンネル。本日のゲストは、中学生時代にですね、起立性調整障害を患っていたということを告白されました、はい、X 専属モデルのミリチャムさんです。よろしくお願いします。お願いします。起立性調整障害だったんですね。そうですね、詳しく名前と多分起立の中でもいろいろあって、うん、起立性直後低血圧障害というやつだったんですけども、うん、どんな病気なんですか？すごい簡単に言うと、旗から見ると怠けてるだけに見えるもので、低血圧、貧血、うんが主なものでして、朝起きれないとか、その低血圧なので、あとは結構頭痛とか、そこがメインですかね。頭痛で起きようとしても起き上がれないって感じ、まあ、頭痛で起きれないというよりはその低血圧障害なので、朝もう低血圧なんで気持ち悪くて起きれないとか、そういうのでしたね。まあ頭痛も結構ひどかったんで、薬も頻繁に飲んでたりだとかっていう感じですね。いつ診断されたんですか？それは中学校1年生の終わりぐらいですかね、うん、頭痛が増えてきて、朝気持ち悪いっていうのが増えてきたんで、うん、でその周りにいた幼なじみが小学校から、それでちょっと親同士も仲良かったんで相談したら、それ起立じゃないみたいなになって、病院行って血圧測ったりだとかいろいろしてたら、そういう風に診断されましたね、うん、どういうことがきついんですか、なんか体調として。頭痛もそうだし、結構頭がガンガンしちゃうんで、朝が本当に起きれなくて、学校ってやっぱ朝早いじゃないですか、8時には登校ぐらいだったかな、あんま覚えてないんですけど、なんでも6時半ぐらいに起きたりだとか、部活の朝練とかもあるんで、結構早く起きたりだとかなんで、その早く起きれば起きるほど低血圧なんで、本当に起きることがしんどかったですね、うん、暑いと結構ダメみたいな感じで、夏場運動しないでくださいっていう、きついですね、はい、感じで、だ看護師さんに貧血すぎて自転車こげますかって聞かれてびっくりしちゃって、で自分貧血の自覚がないんで、はい、全然普通に遊んでたんで、自転車こげますか、バカにしてんのかこの人と思って最初自転車もダメなんですね。らしいですね。その学校の同級生にはどういうふうに思われてたんですか？はいはい、だからやっぱりそのサボってるだけでしょみたいな言われたりとかはありましたね、まあ、でも本当周りにいた子は理解はしてくれてたんですけど。中学時代はこういじめを受けて、こう不登校だったっていうふうに先ほどもお伺いしましたが、その起立性調整障害っていうのが、まあ、不登校とかいじめに影響した部分ってあったりもするんですか？うん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 、あーちょっとあるかもしれないな。中1終わりから学校あんまり行ってない中で芸能を始めたっていうのも芸の一つなのかなみたいな、あいつなんで学校あんま来てないのにそういうのはできんのみたいなのもあったのかなとは思いますね、うんうん、起きれない日は朝だけじゃなくて、はい、こう途中から行くっていうことじゃなく、学校も休むっていうこともしてたってこと？全然休む日も本当にあったし、うん、親がねちょっと送り迎えとかもしてくれてたんで、うん、なるべくは給食の後からとか給食からぐらいは行くようにはしてたんですけど、うん、本当はでも行きたいわけですもんね。そうですね、その時は別に学校嫌いじゃなかったし、その部活でバレーボールやってたんですけど、うん、それも好きだったんで基本行くようにはしてたんですけど、運動しちゃダメとかもあったんで、うん、部活もできなくなったりだとか、行きたいのに行けないのにそれに対して怠けてるって言われたらなんか悲しいというか悔しいですよね。そうですね、まあ別にそういうわけじゃないんだけどなと思って、まあでも言っても分かんないかなっていう感じだったんですけど、うん、周りに理解者の人はいましたか？周りは本当その幼馴染も同じ学校だったんで、あんま学校行けてなくて、うん、LINE とかで今日学校行ってるって LINE したりだとか、うん、そういうやり取りしてたりだとか、うん、同じ子がいたんでそこは本当に良かったなと思います。その子も起立で？あ、そうです、その子も起立で。私の時はあんまりそんな、うんうんうん、こう起立性調整障害ってそんな有名じゃなかったんですけども、はい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 、結構学校にいらっしゃる感じなんですか？多分最近になってその病名が浸透してきて、はい、
もしかしたらっていう感じで受けたらそうだってっていうことが多分 いると思うんですけど、私が学生だった時でも最低でも3人はいましたね。起立性調整障害は今は治ってるって感じなんですか？今もあるんですか？多分治ってると思うんですけども、地方の方に仕事行く時とか、結構4時起き5時起きだったりするんですけど、その時はちょっと気持ち悪いなっていうのがあったりして、だまだ微妙なのかなとは思ってますね。ただその頭痛とか本当に起きれないっていうのはなくなったんで、だいぶ良くはなったというか治りかけみたいな感じなのかなとは思ってますね。それはどのようにして改善されていったんですか？病院で毎日夜に血圧を上げる薬を2つ、貧血を治す薬を2つと、朝起きた時に気持ち悪くて起きれない時は鉄分の薬を飲んでましたね。朝やっぱ起きれないんで長く寝ちゃうんで、夜寝れないんで睡眠薬出してもらったりだとか、本当に薬で改善っていう感じでしたね。そっか、朝起きれないとその分夜行になっちゃうってこと？そうなんですよ。だからそのまま寝れなくてオールで学校行って早退とかもあったりだとかありましたね。バラバラになっちゃうんですね、睡眠リズムとか生活リズム。そうですね。だから余計に自律神経が整いにくくなるんで、だから逆にもう学校休んじゃって一回そこを整えてもう一回リセットしてから行くみたいなのもやったりとかありましたね。ありがとうございます。起立性調整障害で今悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい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 、そういう方によろしければ最後にメッセージをいただければ。そうですね、本当私の弟が6個離れてるんですけど、弟もこの前起立かもみたいな感じで病院行ってたんで、結構ね病院も通ったりなんだり大変だと思うんですけども、まあ薬はしっかり飲んでほしい、私もサボってちょっと血圧下がったりとかあったんで、薬はしっかり飲むことと、まあ、自律神経整えろって結構難しいと思うんですけど、なるべく正しい生活習慣、正しい食事をして、ね、過ごせばね徐々に治ると思うんで。だし私 その幼馴染も結構ひどい起立だったんですけど、もう今全然元気なんで、あんまりその気を病まずにというか、そうするとね余計に自律神経もねストレスとかに乱れるんで、なるべくストレスフリーに、無理かもしれないけど正しい生活をしてれば大丈夫だと思います。はい、はい、ぜひ起立性調整障害かもと疑われる方とかは病院にね、本当に一回行ってみた方がいいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストはミリちゃまさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。